こ行ったの？遅いよ。メドリー。僕は桜井デパートで買い物をした後、帰る時にゾンビが攻撃して来たんだ。え？デパートに行ったの？何買ったの？新しい武器とかあった？実はね、この新しい武器を見つけて、あ、話が違う。あ、ごめん。今に行って話しましょう。最初はそいつたちから逃げたけど、すぐ追いかけてきた。でも僕は特技のリミットブレーカーを使ってゾンビを殺した。すごくない？そんなに自慢しなくてもいいよ。みどり、たまにはお兄ちゃんを憧れてくれない？嫌だ。お兄ちゃんには全然憧れポイントがないもん。それよりさ、最近ゾンビの数が増えてきてない？なんでだろう。お父さんとお母さんに聞いてみる？何か知ってるかもしれないよ。もしもし、どちら様ですか？ゾンビハンターの加藤系だな。よく聞き、私はゾンビキングだ。この地球を単にするゾンビの王だ。冗談を言うな。冗談ではない。この世の人間をすべてゾンビに変わったら、私は地球の王になれる。その前に、この邪魔な過去形を除くしてはならない。今、私の軍がそっちに向かっていく。逃げることはできない。頑張ってね。なんなん今の緑。ゾンビキングだって。え？優しいことだ。僕はリミットブレーカーがあるから大丈夫。緑ちゃん、ケン君、うちにゾンビがいるよ。何を知ってるの？え？We'll be right back.
もしもし、ゾンビキングです。ゾンビキングさん、住所を教えてくれませんか？左、右、まっすぐ、右、左、右、そしてマスク行ってください。どこの近くだ？どこだっけ？市のホールの上だ。どこだか分かった。よし、準備しよう。